こんばんは。ちょっと疲れてしまったその心に癒しとパワーをお届けいたします。励まし系シンガーソングライターややです。今週も始まりました、ややの365日消えない灯台。この番組は辛いこと、悲しいこと、もちろん嬉しいこともたくさん共有して、たわいもない会話をしながらつながりを感じようという番組です。子供から大人まで、いくつになっても人は寂しがり屋だから、誰かに聞いてほしいんじゃないかな。365日消えない灯台はいつでもここに灯っています。話したくなったらいつでもメッセージお待ちしています。さあ、本日は8月19日。毎日暑い日が続いておりますが、夏バテとかしてませんか？もう私は、いや、夏と冬とどっちが好きかって言うたら、まあ夏どうだろう、冬、寒いのも苦手なんで夏かなって思ってたんですけれども、暑いのもやっぱり苦手でした結構夏バテ気味です。皆さん大丈夫ですか？そう、でもね、夏バテしてて、心も一緒にバテてたんですよ。最近この前ね、ライブをして、あ、やっぱり私は歌を歌うと、そんなバテてる心も体もこうすっきりするというか、元気になるというかということがね、改めてね、分かったの私がやっぱり歌が必要なんだってすごく思った。そう、この前ね、イオン南越谷店さんでちょっとね、ピンチヒッターで急遽キャンペーンライブね、歌わせていただいたんですよ。その時真田直樹さんが前後にいて、私がその間に歌うっていう形だったんですけど、やっぱりね、真田直樹さん、今をときめくスーパー歌手ですから、すごいたくさんのね、お客様、ファンの方がいらっしゃって、すごいにぎわいだったんです。で、その間に私が歌うということで、大丈夫かな、私盛り上げられるかな、なんてちょっと不安な思いもありながら頑張ってステージ立ったんですけど、それが終わった後、初めて私の歌を聴いてくださった、女性のお客様がたくさんいらっしゃって、結構いろんな方によかったよって言っていただけたので、ステージから降りて、もう着替えも終わって、ちょっとブラブラしてたんですけど、その時にはね、もう格好も違うんですよ。なのに、さっき歌ってた方ですよねって、もうすごく良かった、感動したよって、いろんな方にね、声かけていただけたんですよ。もうそれがすっごく嬉しくて、やっぱり私、歌を歌っててよかったなって思ったし、そういう言葉にこうもう一回こう心がこう、なんていう、湧き立つというか、元気になったというか、こういう、そういうね、一つ一つの言葉に私は生かされているんだなって感じた一瞬でした。長くなっちゃったオープニングはこのあたりにしたいと思います。ややの365日消えない灯台。365灯台。さて、本日は8月19日、何の日か分かる方いらっしゃいますでしょうか。8月19日、すごい分かりやすいんだよ。語呂そのまんま、俳句。そう、俳句の日なんだそうです。俳句ね、俳句普段からよく読むよなんていう方いらっしゃいます？そんな方がもしいたら、すごい心が豊かなんだなって思いますが、私はなかなか俳句っていつ読んだかな、最後に。学生時代、それこそ小学校、中学校とかでもやったかな、授業で、ぐらいの記憶で、大人になってからなかなかこう俳句を読む機会なんてないじゃないですか。ということで、今日はせっかく8月19日俳句の日なので、みんなで俳句大会しましょう。パチ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 今日のトークテーマっていうかね、そう、俳句をみんなで読もうの会にしたいなと思います。俳句ってそもそもね、こう決まりがあるんですけど、まずは、季語を使うということ、季節の言葉、季語を使うことと、あとは五七五十七音で組み立てるということですね。それさえ守っていればもう何でもよし。だけど最近の現代俳句と言われるものは、もうそれさえもね、ちょっとずつこう緩んできてるみたいで、五七五じゃなくてもいい、季語もなくてもいいみたいなね、結構フラットな感じになってきてるみたいなので、で、もともとはその季語が入ってないと俳句ではなくて川柳っていうみたいだったんですが、まあ、だから今回はそんな季語とかもね、まああったらなおいいんですが、そこまで気にせず、川柳として、まあ現代俳句としてね、楽しめればいいかなと思います。たくさんの方がね、
私ねこれそんなにみんな難しいからあんまり送ってこないかなってちょっと思ってたの。あんまりなかったらどうしよう、私がいっぱい読もうかななんて思ってたんですけど、意外と皆さんたくさん送ってくださってすごく嬉しいですね。読んでいきましょうか。一番最初に送ってくださった方はこれかな、これから読もうかな、おとちゃんの俳句を読ませていただきたいと思います。8月19日俳句の日なんですね。ツイートを見るまで知りませんでした。そこで私も一句をと思い送りました。初めて俳句を考え作りましたということで送ってくださいました。読みます。いつも感謝、優しく包み込むややの音。いつも感謝、優しく包み込むややの音ということでいただきました。パチ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 そうだそうだ、もし何でもいいんだけど、あのテーマとか思い浮かばなかったらこれで書いてねということで、私が3つテーマを掲げておりました。夏、そして今回のワンマンライブのテーマである縁、あとはやや、このどれかで読んでねということでね、ややで読んでくださいましたね。おとちゃんありがとうございます。優しく包み込むやや、私の音すごく嬉しいな。優しく包み込めてますか、おとちゃんの心をそうだと嬉しいなと思います。素敵な俳句をありがとうございます。さあお次は、あ、じゃあやや愛が溢れている方の、ね、続けて読みましょう。ビラーゴさんからいただきました。こちらはねすっごいいっぱい読んでくださってますね。私ややの楽曲の曲名をたくさんこの俳句の中にこう盛り込んで読んでくれてます。まず1個目、大切な休み時間をあげようか、大切な休み時間をあげようか、頑張ってるあなたに、そして自分に休憩をあげることはとても大切ですよねといただいております。私のあれかな、大切っていう楽曲と休み時間をあげようを使ってくれてるのかな、これは。ありがとうございます。じゃあ2個目、はい、ややライブ宝物だよギフトだねややライブ宝物だよギフトだね、ややさんのライブはややさんからのギフトでありみんなの宝物ですよね、さあ座布団何枚といただいております。これはギフトと宝物を使ってくれてるんだね。うん私の愛がすごく溢れ出てて嬉しいわ。本当に素敵な俳句をありがとうございます。さあお次、モニカ V3 さんからいただきました。人生初の富士登頂チャレンジは低酸素と筋肉疲労、過酷でくじけそうな時に心励まされ元気をもらえたのはややちゃんの歌でした。なんとか富士山登頂に成功、ご来光を眺めながら一句、富士登頂励まされたのはややの歌、富士登頂励まされたのはややの歌。そしてもう一句読んでくれてます。夏の富士赤い頂きご来光、夏の富士赤い頂きご来光ややとの出会い縁に感謝といただいております。みんなややで読むじゃんありがとうございます。モニカさんはね富士登頂にも絡めてくださいましたが、ありがとうございます。あ、しかも夏の富士ということでね、夏という季語が入ってました。ちゃんと俳句になってましたね。素敵な俳句をありがとうございます。サッサさんからいただきました。サッサさんのこの俳句が一番俳句らしいなって、あの、やや賞をあげたいなって思いました。はい。小江戸にて浴衣の君を思い出に。小江戸にて浴衣の君を思い出に、あっという間の楽しい時間でしたということで、小江戸って川越のことだよね。これ多分前回か前回かな、クラウドファンディングかなの時に、なんだっけ、お返しとしてさ、撮影会、まあ、着物での撮影会っていうのがあって、それをあのさっささんとやらせていただいた時のことを言ってくれてるので合ってるかなその時かなって私は思ったんですけれども、はい、浴衣っていうのが季語にもなってるのでね、はい、しかもこの風景というか情景がすごい思い浮かぶじゃないですか。素敵な俳句だなと思いました。この浴衣の君ってこのさ俳句だけをさ聞いたらさ、彼女なのかな、いやなんかお子さんだったりするのかな、いやそれともこう憧れの女性だったりするのかなとかね、いろいろ考えるじゃないですか。素敵な俳句です。さあちょっと今夏のね俳句をね読んでいただいたんですけれども、
なんかさ、本当はあのこの季語のことについて話すと、俳句の季節っていうのは旧暦で考えられてるから、 1,2,3 月が春で、 4,5,6 が夏で、7,8,9 もう秋なので、8月に読むとしたら本当は秋の季語を使わなくちゃいけないんだよね。すっかり私もなんかそこまでね考えてなかったので、今回この夏で読んでくださいって言っちゃったからね、なかなか難しかったかなと思うんですけれども、その辺がなかなかね、ちょっとちゃんと俳句を読もうと思うと難しいですよね。なので一旦私もその旧暦のことは忘れて、夏で、ちょっと今夏の話来たのでね、私もね読んだんです。せっかくみんなに読んでって言っといて、私が読まないわけにはいかないと思いまして、で、あの映像でご覧いただいてる皆さんにはしっかり書きました。ちらちら映るかな、これ。映らなかったら後でこうドドンとでかく出していただきましょうね。どれからいこう。あ、かわいいやつ。じゃあもう夏にちなんで私が読んだやつを一つご紹介したいと思います。夏の夜、ふと恋しきはややの子さん。夏の夜、ふと恋しきはややの子さん、ハート、やや。パチパチパチ。はい、夏の夜ってさ、ちょっとなんか人恋しくなりませんか？ちょっと虫の声とか聞こえちゃってさ、なんか寂しいななんて時はややの子さんを思い出すようにしております。そうやって寂しさを紛らわせております。はい、私の愛をね、ややの子さんへの愛をね、いっぱい込めた俳句一句でした。もう一個読みます。あ、これは私のまあ、お友達、よく遊んでるお友達のお子さんがいて、今小学校何年生だっけな、3年生だったかな、なんだけど、すっごく可愛くて、すごく私でもね懐いてくれてて、エアちゃんエアちゃんって言ってくれるんですけれども、小学校の時のさ、夏休みって最高に楽しかったじゃないですか。最高に楽しみだったし、夏休みはめっちゃ楽しかった。そして終わる時は最高に寂しかった。なんかね、小学生のその子を見てるといろんなことを思い出すんです。はい、そしてその子を思って読んだ一句。夏休み、はしゃぐ笑顔に花が咲く。夏休み、はしゃぐ笑顔に花が咲く。ドドン。ちゃんと夏使ってますから、季語ちゃんと使ってますから。全然思い浮かばなかったですけど、私も俳句なんてもう全然久しぶりすぎて、ちょっと小学生が書いた俳句みたいになってて申し訳ないんですけれども、でもね、本当に花がパッと咲いたようなね、こうもうすぐ夏休みだっていうね、可愛い笑顔を見て、素敵、そしてあの頃のことを思い出して、思い出させてくれてありがとうって思って読みました。はい、ありがとうございます。さあ、2つご紹介させていただきました。あ、もう一個、夏っていうのを入れてくれて読んでくださってる方がいました。テラピンからいただきました。ヘアちゃんこんにちは、俳句の日ということで一句。夏の夕、ライブ楽しやややの歌。夏の夕、ライブ楽しややややの歌、ワンマン楽しみです、というふうにいただいております。ありがとうございます。ちゃんと夏も入ってるし、ややも入ってます。ライブね、もうすぐワンマンライブだからね、楽しみにしててください。ありがとうございます。あ、まだまだあるな。あ、これも読もうかな。ではでは。ボーリング父さんからいただいた、これもすごく可愛い。読ませていただきます。私もややの子と称していいのかな。私もややの子と称していいのかな。私は北海道に住んでいて、ややさんにお会いに行くのは難しいですが、気持ちとしては完全にファンです。ややの子の条件とかってあるのかと思いまして、ボーリング父さんもややの子でありたいです、というふうにいただいております。もうとっくのとうにややの子さんですよ。もうね、たくさん毎回ラジオもね、YouTube の方でもコメントとかいただいてすっごく嬉しい。十分、てかもう私の中ではずいぶん前からややの子さんだと勝手に思っておりました。これからもややの子さんでいてください。なんて素敵な俳句、ありがとうございます。さあ、最後に埼玉の花火師さんからいただきました。12句読んでいただきました。なんて素晴らしい。これ全部は紹介できないので、いくつか、選んで読んでみたいなと思います。これ面白いね、ライブ後の
物販にお客さんが少ない時、ややさんの表情から伝わってくるのは…ということで一句。物販で何か買ってと目が語る。語ってます？私。何か買ってってちょっと出ちゃってます？目で訴えちゃってますかね。面白いねこれ。あ、これもいいじゃん。私はライブからちょっとの期間空いただけでも仕事が手につかないんです、ということで一句。仕事より早く聞きたいややの歌。仕事より早く聞きたいややの歌。嬉しい、仕事より私の歌を選んでくれるの。次、 YouTube のギフト、私のね、PV の再生回数は…そこで一句。もうすぐだ1万近しややギフト。もうすぐだ1万近しややギフト。そうなんです。いいね、いい俳句読んでくれたね。もうすぐ、はい、私ややのギフトの MV 1万回再生到達しますのでね、あの皆さんもういっぱい見てくれてると思うんですけれども、定期的にあの再生ボタン、そしていいね、まだ押してない方は絶対いいねね、していただいて、ちょっとでもね1万回に近づくようにご協力お願いいたします。あ、まだまだ私が読んだ俳句はあるんですけれども、これをご紹介する前に一曲ね、紹介ね、曲を紹介したいなと思います。今日は何でしようかなって思ったんですけれども、俳句ってなんかこう風景だったりとか景色だったりをさ、こうなんか読んで、まあ、その読んだ俳句を読んでもこうなんか情景が思い浮かぶというか、うん、そういうものじゃないですか。だからこう私の歌でもこう情景を思い描けるようなものないかなと思って、これ実は私の中の結構永遠の課題で、ついついこのメッセージ性っていうところに重きを置いてしまって、なんかなかなかこの状況を描くということがねできずにいたというか、うん、なのでこうパッと私のね今までの曲をこう振り返ってみても、そんなにあこの景色がっていうのがね思い浮かべることが少ないなと思って、うん、その中で選んだのがこの曲なんです。私の曲で一番景色が思い描けるんじゃないかなと思う曲、宝物を今日はお聴きいただきたいなと思います。どうぞ。ややで宝物を聴いていただきました。さあ、私ややが読んだ俳句あと2つご紹介したいと思います。テーマね、夏と縁とややということで、じゃあ縁で読んだやつ。出会いからすべて始まるよすがかな。出会いからすべて始まるよすがかな。これが一番自信作です。でもこれあの季語を使ってないんですけど、あの現代俳句ということで許してください。これ縁という字なんですけど、よすがとも読みます。よすがとは心の拠り所という意味があります。それについてはね、今回のワンマンでじっくり深い話をしたいなと思っておりますので、 ここでは多くを語りません。ぜひねワンマンライブ見に来てやってください、ということで告知でございます。8月27日日曜日、はい、目黒にありますブルースアレイジャパンでね、私ややのメジャーデビュー1周年そして活動10周年を記念したライブを行います。ややの音縁ということで、16時会場そして17時スタート、はい、とっても素敵なねあのライブレストランでやります。お食事もとても美味しいのでね、楽しんでいただけたらと思います。配信の予約ももう始まっていると思いますので、ぜひぜひね、あのどうしてもね東京来られないよっていう方は画面の向こうからでもね聞いていただけたら、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そんなややの音にちなんだもう一句。ややの音紡ぐ音符は心の絆。ややの音紡ぐ音符は心の絆。私が紡ぐメロディーは私とそしてややの子さんをつなぐ絆のようなものだよ、ということをね読んでみました。ちょっとね頑張って読んだこの4枚は視聴者プレゼントにしようかなと思いますので、これは YouTube の方のおまけでお話ししたいと思います。はい、あの FM 那覇をお聞きの皆さん、ぜひややチューブご覧いただけたら嬉しいなと思います。さあ、このままエンディングに行きます。第16回目の放送となりました。
ややの365日消えない灯台いかがでしたでしょうか。この番組では皆さんよりメッセージ募集しております。ツイッターにてハッシュタグ365灯台をつけてつぶやいてください。長文でお送りしたい方はメールでも受け付けております。数字で365、ローマ字で TODAI 365灯台@gmail.com、 こちらまでお願いいたします。ここはあなたが話したいことを話す場所、言いたいことを吐き出す場所にしたっていい。喜びを分かち合う場所にも、寂しさを紛らわす場所にも、今日あった楽しい出来事、イラッとしたこと、悲しかったこと、何でも教えてください。365日消えない灯台はいつでもここに保っています。この番組は一般社団法人長生楽沖縄、一般社団法人長生楽和歌山、株式会社ネクストイノベーション、株式会社34ファームの提供でお送りいたしました。エンディングはエアのメジャーデビューシングルギフトです。それではまた来週、あなたとお会いできるのを楽しみにしています。お相手はヤヤでした。バイバイ。ここからはヤヤチューブをご覧の皆様にだけのおまけ映像となります。パチパチパチ。ここまでご覧いただきありがとうございます。さあ本編の中でもお話があったと思うんですけれども、じゃ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 ーん今日はね俳句の日ということで、はい、書きました。私4つ頑張ってね読んだ。このねちょっと本当は俳句らしいちょっと細長いやつあるじゃないですか、あれに書きたかったんですけど全然見つけられなくて、あれどこに売ってるんですかね、なかなかなくてちょっとミニ色紙に書いてしまいましたが、はい、せっかく書いたのでね頑張って筆ペンで書いたのよ。はい、これをこの365灯台を聞いてくださっている皆さんにプレゼントしちゃおうかなというね企画考えました。パチ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 ということで、さあ放送の中でも言ってるんですけど、ツイッターでハッシュタグ数字で365、そして漢字で灯台ね、数字で365に漢字で灯台だよ、ここ間違いないだよね、365灯台をつけていろいろつぶやいてねって言ってるのに、意外とあんまりみんなこのハッシュタグを使ってくれない使ってくれなくてちょっと寂しいなって思っております。結構ちょいちょいねハッシュタグ365灯台私検索して確かめてるんですけど、たまに書いてくれてるんですけど、もっといっぱい書いてくれたっていいんじゃないかなと思いまして、ね、このプレゼント企画をこうねせっかくやるので、ハッシュタグ365灯台生かそうかなと思って、はい、この、限定4枚になっちゃいますけれども、この私が心を込めて書いた、俳句のね色紙欲しいよっていう方もしいらっしゃいましたら、ツイッターで、あ、今 X になったんでね、ツイッターじゃなくて X でX って言ってもわからないかもしれないからツイッターって言います。で、ハッシュタグ365灯台、これを絶対つけてください。これを絶対つけて、まあ、それさえついてれば私検索できますからね、それを絶対つけた上で、色紙欲しいですとかね、色紙プレゼントに応募しますとか、そこは皆さんそれぞれの言葉で分かりますから大丈夫です。はい、で書いていただいて、プラスこの365日消えない灯台ラジオへのこう嬉しい感想とかメッセージとか、あ、こんな企画どうとか、そういう提案でももちろんいいんですよ、のをいただけたら、プラスねそういうのもあったらなお嬉しいなということで皆さんからのたくさんのご応募をお待ちしております。で、4通以外4通以上、来てしまった時は、抽選したいなと思います。抽選もちゃんと公平にやろうかなと思いますので、そのハッシュタグつけて、応募してくださった方の中から、ちょっとねだから時期がずれてしまうかもしれないんですけれども、今度のこのラジオ収録、この映像で収録をするときに、こう皆さんの目の前でこう聞いてね、この方に当たりましたっていうのをやろうかなと思いますから、はい、そうすれば公平でしょするなしでしょ、はい、かなと思いますのでね、当たった方にはね送り先を教えていただいて、ね、
プラス私のこうメッセージも一緒につけてお送りしますから、ぜひぜひ応募してやってください。よろしくお願いいたします。それからライブの宣伝はしたね、本編でもしたね、これ来てね、はい。それからもうおまけだけど宣伝みたいになってますね。実はですね、ブログを読んでくださった方はもう分かってるかなと思うんですけれども、私今大きな挑戦を始めたんです。はい、ニューシングル配信リリースをかけたシンガーソングライターへの大きな挑戦ということで、私手書きでチラシを書いたの。これライブ会場で、お配りしますから、皆さんもらってやってほしいんですけれども、ちょっとね、去年2022年8月にメジャーデビューをさせていただいたんですけれども、それからなかなかね、メジャーデビューシングルギフト、このラジオのエンディングでも流させていただいておりますが、なかなか思うように売れ行きが伸びてなくてちょっと困ってるんです。そこでね、新曲どんどん書いてるんですけど、なかなかギフトがね、今のまま の売れ行きだとちょっと新曲出すのは厳しいよっていう風に、レコード会社の方からも言われてしまっていて、じゃあ一個目標をね、あなたにあげるよということで、これすごいなかなか大きな数字なんですが、はい、ギフト、シングルのギフト1400枚、プラス、先日前回のライブの時からね、リリースになったんですけれども、ヤヤの音女装というライブ DVD、 こちら、40枚、合わせて、すごい中途半端、1440枚、そうやって計算しない方がいいねシングルギフト1400枚と DVD40 枚売れたら、はい、来年2024年ドクマジャパンコミュニケーションズ様よりニューシングル配信リリースのチャンスをいただけるということになりました。パチ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 、イエーイイエーイっていうようなね、数字じゃないんですけど、私かなり頑張らないとやばいんですけど、でもさ、こういう大きな挑戦があった方がね、なんだろうな、こうやる気も出るしさ、私結構自分を奮い立たせて頑張りたいタイプなので、こういう大きすぎる目標があった方がっていうか、あるとなおね、やらなきゃと思って頑張れるんですよ。そうね無理はしないでほしいの、綾乃子さんには。そう、結構大きな数字だから、皆さんそれぞれができる限りの応援をしていただければすごく嬉しいので、1枚でもね、1枚から私心を込めてお送りしますので、欲しいよって方いてくださったらね、1枚でも2枚でも、すごく嬉しいので、ぜひぜひ、まだ持ってないよっていう方がいたら絶対持ってるよっていう方はもう1枚ぜひね、ゲットしていただけたら嬉しいなと思います。今回はまとめ買いの特典とかもあって、ちょっとクラウドファンディングのようにさせていただいております。10枚、30枚、50枚、100枚ということでね、シングルのギフトの方をまとめ買いしてくださった方には特典もありますので、詳しくはぜひ私のブログをね、ご覧いただければと思います。質問とかある方はお気軽に私の SNS だったり、インフォのメールだったりとか、365東大の方に質問いただいても全然大丈夫ですので、はい、待っております。よろしくお願いいたします。おまけでいっぱい告知しちゃいましたがたくさんの応援よろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はこの辺でおまけも終わりにしたいなと思います。もうライブが近くなってきて、もうドキドキと、そしてワクワクが止まらないんですが、皆さんにね、ライブ会場でお会いできるの楽しみにしてますね。今日もありがとうございました。バイバーイ。